だ、第80回栄養士のための消化器解剖。本日は消化器の中でも肝臓、胆のう、膵臓、いわゆる肝、胆、膵と呼ばれるところですね。前回消化器の中でも消化管をやりましたけれども、ここ少し分けて勉強した方がいいだろうということで、今回は分けて肝、胆、膵をやっていきたいと思います。もう解剖シリーズ全般を通してですけども、解剖の確認についてはこのヒューマンアナトミーアトラスさんの解剖のアプリ、これ 3D のアプリになってまして、裏側だったり横からだったりいろいろな角度から解剖を確認することができます。お値段はするアプリですけれども、だいたい解剖の教科書とだいたい同じぐらいの値段で買えますので、もし興味がある方は YouTube の概要欄に貼ってますので、ぜひ確認してみてください。それでは本日のポイントです。今回はまず肝臓、胆のう、膵臓のつながり、ここをまず確認をしたいと思います。そして前回消化管のところでもやりましたけれども、今回も血管というところを見ていきます。肝臓、胆のう、膵臓の血管、ここを見ることで栄養管理につながる考え方ということができますので、ここも確認をしたいと思います。そして消化器、全般というところですけれども、ここの腹腔のイメージ、特に今回の臓器のところではこの腹腔のところをちょっと意識した考え方というところが必要になってきますので、前回に引き続きですけれども、ここも確認をしていきたいと思います。それでは前回の少し復習から入ります。消化器、口から始まって食道というところもありますけれども、消化器の主な場所というところでいきますと、この横隔膜、胸腔と腹腔を隔てる膜の下、いわゆるお腹と呼ばれるような部分ですけど、ここに主な消化器が揃っているということになります。前回はこの消化管、小腸や大腸、こういったところを見てきましたけれども、本日は肝臓、胆のう、膵臓というところになります。そして前回ちょっと確認しましたけれども、この消化管というのは口から入って胃を通って十二指腸、小腸、大腸を通って肛門にから出ていくというところですけれども、イメージは体の中を一本の管が突き抜けているというイメージになります。そのためこの消化管の中、口や胃、小腸の中、これは体の外というようなイメージが適切だろうということはお話ししました。じゃあこの外ですよね、消化管は体の外ということでお話をしましたけれども、では今回はというと、実はこの後詳しく説明しますけれども、先ほどの消化管の中、消化管の中は体の外ということでお話ししましたけど、これがじゃあ体の中に入っていくときに、この肝臓を使って体の中に栄養士、特に重要ですけれども食べ物の栄養を体の外から中に入れるという働きをします。今回はその重要なこの肝臓、胆のう、膵臓、ここを見ていくということになります。つまりイメージとしては、体の外だった消化管からこの栄養を体の中へ入れる入り口、ここがこの肝臓ということになります。ここのイメージ、このイメージは重要です。ではまず解剖を確認をしていきたいと思います。まず今スライドに出てます1から7番ですね、ここの名前をまず確認したいと思います。ここ特に肝、胆、膵、ここの解剖が苦手な人が非常に多いです。この1から7を全部答えれれば、本日の解剖はそこまで難しくないかと思いますけれども、ここがわからないと次の血管だったり腹腔というところの話ができませんので、まずはここを確認したいと思います。それではここ番号1から7番ですけど、確認をしていきたいと思います。こういうふうになっております。まず1番だったところ、ここですね、このピンクのところ、ここが十二指腸の水平脚と呼ばれるところになります。ちなみに今水平脚が載ってますけど、ここですね、こっちのピンクのところ、ここは十二指腸の下行脚というところになります。あとここには映ってないんですけど、実は胃から出たすぐのところ、ここ十二指腸キューブ、ここちょっとキューブっていうところがイラストでは載ってないんですけど、この胃から出てすぐのところ、ここに十二指腸キューブがあるというようなイメージです。そして、まず2番、ここの分岐する上のところ、
これ肝内胆管と言います。まあ、ここもうちょっと正確に言うと細かくあるんですけど、まあまあ大体分岐した上のところ肝内胆管だと思っておいていただいて、まあそんなに大きく間違いないかなと思います。肝臓に入っていく胆管になるので肝内胆管と言います。そして分岐をしてこの枝分かれしているところまで、ここは肝管と言います。上のところは肝管です。そしてこの分岐しているところから下のところ、この下のところは総胆管になります。ここが総胆管です。ここが総胆です。枝分かれしているところから下のところまで、ここが総胆管です。まあ、ここ全般的に胆管という名前になりますけれども、枝分かれしたところ下、ここが総胆管です。で続いてこの黄色いところ、黄色いところ、ここは膵管になります。なので膵管と総胆管が合流して、ここの出口のところにつながっていくというような形になります。そして先ほど胆管と総胆管を分けるこの枝分かれしているところ、ここは胆のう管です。胆のう管。なぜならこの先に胆のうがあるからです。そして先ほど言った総胆管と膵管、ここが合流して十二指腸の下行脚に出てくる、まあ、いわゆる出口になるところ、ここがバーターニュートというところになります。ここですね、大事なところは、まあ、名前もちろん覚えていただくのが非常に重要なんですけど、まず一つは胆のうから胆のう管が出てるよ。これが胆管の方に合流してるよっていうところが一つと、あとは総胆管と膵管、ここが合流してバーターニュート、ここは十二指腸の下行脚に胆管と膵管が合流して出ていくというところ、そして水平脚を通って空腸に入っていくところ、ここの入り口、実はトライズ靭帯というところで、まあ、仕切られているというか、まあ、目印的にこの十二指腸から空腸に入ってくるところがありますというところですね。まあ、胆管の名前は正直細かくしていくと本当に名前がいろいろ、左の肝内胆管とか右のとかいろいろ名前がどんどん分かれていくので、胆管の正直細かいところはいいんですけど、ここの胆のう管の上と胆のう管の下、そして胆のう管、ここは胆のうにつながってるよ、そして十二指腸の下行脚に膵管と胆管合流してるよ、ここはしっかり覚えてください。名前は若干違ってもいいんですけど、今言った枝分かれしているところの上下、合流しているところ、合流して出てく先、合流して出てく先は十二指腸の下行脚だ、ここはしっかりと押さえてください。今スライドに出てますけど、大事なのは胆管、そして消化管とどういうふうにつながっていくか、ここを押さえるということが、ここの特に肝、胆、膵の重要なところになるかなと思います。なぜならここが栄養管理上も非常に考えるところ、例えば経腸栄養だったりとか、術後の消化管の流れ、これは前回やりましたけど、例えばルーワイ再建の時はここを通っていかないわけですよね。なぜなら釣り上げてきた空腸とつなげるので、胃から空腸というような流れになるので、この十二指腸周りを通らない、つまりこの胆管や膵管から出る消化液等々の影響を非常に受けづらいということになるので、それがじゃあなんでかっていうところは、今言った胆管と消化管のつながりをしっかりと押さえておくというところで理解できるかなと思います。さてここは本当に苦手な方が多いので、しっかりと覚えてください。何度も言いますし、実はこの回だけじゃなくてですね、他の実はニュートリションラボラトリーの回でもここ何回か出てます。全く同じ図が何回か出てるので、ぜひですねここは今回しっかりと覚えていただければと思います。さて、では解剖、今のところの解剖を分かった上でということになりますけれども、ここ消化吸収のところでは非常に重要な働きをします。なんでここも確認をしていきます。ここはどちらかというと生理学的な話になりますけれども、まず先ほど見た解剖、まずは食べ物を食べて胃に入ってきた食べ物が十二指腸の方に流れていくわけですけれども、この十二指腸の流れとしては十二指腸キューブ、これは胃から出てすぐのところ、ここが球状になっているので十二指腸キューブと呼ばれます。そして十二指腸の下行脚、水平脚、そしてトライズ靭帯を越えて空腸に入っていくという流れになります。
そしてここで重要なのがこの十二指腸下行脚を食べ物が通るというところが非常に重要になります。ここ十二指腸の下行脚、特に脂肪がこの下行脚を通った時に、CCK、コレシストキニですね、これが出ることで胆の収縮をして、肝臓で作られた胆汁が十二指腸の下行脚に出てくということになります。この時一緒に水液も出てくるので、さてここは消化吸収でいうとどこに働くか、何の栄養素を消化吸収するためにここが必要かというところは皆さんよくご存知だと思いますし、国家試験でも非常に重要なところとして必ず出てくるところになってるんじゃないかなと思いますけど、消化吸収、ここの流れ、これは消化管をこう通っていく中で肝胆膵が非常にその消化吸収に関わるところというところでしっかりと押さえておいてください。ということで、ここは本当におさらいになりますけれども、消化吸収、特に消化の部分でいきますと、まず三大栄養素の消化吸収を見ていくと、まず糖質、これは口腔、そして小腸って書いてますけど、主に膵臓から出る膵アミラーゼ、そして口から出る唾液アミラーゼ、これによって糖質が分解をされて、いわゆる消化という働きですけど、消化をされていくということになります。そして続いてタンパク質、タンパク質は胃のペプシン、そして小腸のトリプシン、キモトリプシンなどで消化をされて最終的に吸収をされていくということになります。そして脂質、脂質はというと、ここ小腸って書いてますけど、十二指腸の先ほど見たパーター乳頭から出るリパーゼ、これは膵臓から分泌をされます。そして胆汁、胆汁は胆汁で消化するわけではないですけど、胆汁の見せる化をして消化をしやすい状態にしてリパーゼで消化をしていくという流れになります。ここで見ると脂質の消化をするというところは、この小腸って書いてますけど、十二指腸のこのパーターニュートから出たところの水液、ここによって脂質が消化されるということになります。つまり脂質の消化吸収にとってはここを通るかどうかっていうのは非常に重要になります。ということは、ここがうまく出ないような状態、あるいはここを通らないように、前回やった手術などでこの消化管の流れ方が変わるといったような状況の場合、この小腸からのリパーゼをうまく活用できないとなると、脂質の消化吸収に大きく影響するということになりますので、ここを通ってるかどうか、ここの水液がちゃんと出てるかどうか、ここを確認するというのはやはり栄養士にとって非常に重要な確認ポイントということになります。ここ詳しくは第31回経腸炎のための解剖整理というところでお話をしてますので、ここもうちょっと確認したいなという方はぜひ31回の勉強会を見ていただきたいなと思いますが、基本的な事項ですけれども、よくよく考えてみると、脂質、正確に言うともうちょっとリパーゼって出てるんですけど、大きく脂質に影響するというところはやはりここ十二指腸の特に下行脚から水平脚、空腸にかけてのところということになります。ここはやはり栄養士はしっかりと押さえておく必要があるということと、このリパーゼが出るのが、膵臓、ここも押さえておいてください。つまり膵臓がダメになるとリパーゼが出なくなるんで、脂質はじゃあ消化吸収どうなるのかっていうところも合わせて押さえておくというところが大事になるかと思います。そして、もう一つ、じゃあここの先ほど見た胆管、膵管が合流してファーターニュートンに出てくるわけですけれども、障害される病態ってどういうのかっていうのは、実は第76回のところでお話をさせていただきました。これは例えば4番や2番3番ですね、ここがやられると、ここから出るはずだった膵液や胆汁が出なくなる。これ例えば、一番多いのは胆石、膵石、こういったものがこの胆管とか膵管、そして胆管と膵管の合流したこのファーターニュートンのところにこの結石が貫通したりすることで、膵液や胆汁が出なくなるというような病態です。病名で言うと胆管炎や膵炎というような病名になりますけれども、こういったこの管のところに何らかの閉塞起点があると、うまく胆汁や膵液が流れないということになります。
つまり消化吸収でいうと、先ほど見たリパーゼや胆汁が使えないということになりますので、当然脂質、ここもうまく流れないということになります。さて、じゃあこの時に今2番3番4番ここの流れが悪くなるということでしたけれども、じゃあこの流れが悪くなった時に採血所はどうなるかっていうのは76回でお話をしましたので、ここも合わせて見ていただくと、この解剖と採血がどういうふうに連動するかっていうことは分かるかと思います。